花巻温泉は、岩手県花巻市にある温泉。周辺の温泉と合わせて、花巻温泉郷と称される。花巻温泉は、花巻の市街から北西約8キロ、道家沢山、万寿山、大川の山麓の高層な断球地に開けている。西南を、大川の清流が貫流し、東南には岩下に北上川中部流域の、 田園風景を隔てて、東はるかに北上や負けを望む、風光雄大な景観の地にある。桜並木や赤松林の落ち着いた雰囲気の中に、拡張高い機能的な大規模ホテル等が配され、温和で明るい自然景観に恵まれた北東北の代表的な温泉リゾートとして全国にその名を、白紙京に至る。現在は、かまつのホテル千秋閣、ホテル花巻、 ホテル高用館の4軒の大型ホテルが存在し、いずれも国際工業グループの花巻温泉株式会社が経営している。敷地内には宮沢賢治が設計した南釈迦団跡に立地する花巻温泉バラ園がある。毎年花巻市で開催するイーハト・オブ・レディース駅伝のゴール地点となっている。引導により花巻温泉を総合経営した。 近代地国史1923年、森岡の実業家、近代地国をによって、大温泉からの引導で開けゆ。昭和初期には、東北の宝塚を目指し、旅館、貸別荘、動物園、テニスコート、日本初となる、ナイタースキー場、プール、公会堂、といった施設が建設され、一大行楽地として栄えた。1931年には、 花巻温泉コータビクター、1931年6月、発売も作られた。戦後になって、大からの引頭感が痛んできたことから、ボーリングを実施して、独自厳選を確保した。1925年から1972年には、国鉄花巻駅に隣接した電鉄花巻駅から、花巻温泉の花巻温泉駅まで、花巻電鉄という鉄道路線が存在した。 ありがとうございます。